愛から祈りへ、蘇るヘルメスの光、大川雄峰。第一章、愛再び。二、何故の愛。では、何故に人は人を愛し、人は愛という言葉を愛し、人は愛の実践を願うのでしょうか。愛というものは、砂漠の中を駆け抜けていく一陣の洋風のようなものです。また、砂漠の中のオアシスのようなものでもあります。人生における幸福を何に求めるかは、各人それぞれの課題でしょう。ただ、お金をたくさん積まれたとしても、立派な肩書きを手に入れたとしても、大きな屋敷に住んでいたとしても、大勢の人に貸し付かれたとしても、人生が虚しいことはよくあります。しかし、お金も身分も地位もなく、何もない状態だったとしても、これだけがあれば幸せに生きていけるもの、それが愛なのです。今の日本人は、最低的文化生活の保障というものを物質的なものと考えているようです。しかしながら、本当の最低的文化生活、人間として最低でもここまでは享受したいという生活は、実は愛のある生活なのです。愛なくば、あらゆるものは虚しいのです。たとえ山のようなお金を貯めたとしても、一生の間に誰からも愛されたことのない人間の悲しみというものは、決して癒されることはありません。地上を去った実在世界にあって、貨幣や地位、身分の代わりに、人間を測りうる尺度となるものが、実は愛なのです。ある人が偉いかどうかは、どれだけ多くの人を愛したか、どれだけ多くの人を愛そうと努力したか、どれだけ多くの人に愛されたか、などによっても測られます。愛は実在世界の尺度の一つになっているのです。すべてが愛に始まり、愛に終わる世界。それがこの地上を去った実在世界の真相です。それゆえに、愛とは最初にして最後の価値でもあるのです。皆さんの多くは、愛という名の金貨を薄汚れさせたり、ドブの中で泥にまみれさせたりして、金貨の本来の姿を失わしめているように私には思えます。愛とは決して汚れないものです。愛とは決して値打ちを失わないものです。愛にはインフレがありません。いくら増えても、いくら出回っても、黄金は黄金としての輝きを持ち、ダイヤモンドはダイヤモンドとしての輝きを持つように、変わることなく絶対の美しさを放ち続けるもの、それが愛なのです。結局、愛は何故にあるのかというと、愛は幸福そのものだからです。愛は美しさそのもの、価値そのものだからです。しかし、こうした説明だけでは、皆さんは愛そのものが何であるかを見抜くことができないでいるでしょう。霊的な目で見るならば、愛はキラキラと輝きながら立ち上っていく水晶の玉のような光を持っています。人を愛したならば、一つの水晶の玉ができ、それがキラキラと光を放ちながら、空高く上がっていく。
そうした姿を私は数限りなく見ています。おそらく人を愛した時に立ち上る水晶の玉が実在世界に帰って実在世界の輝きの秘密となるのだと思います。愛というものを知りたくば、まずそれを実践してみることです。人を愛するということの意味を知りたければ、まず行為してみること、言葉に出してみること、何を人に与えることができるかを考えてみることです。愛とは人に尽くさんとする思いです。人に良かれと願うことです。多くの草花に水をかけてあげたり、光を注いであげたり、養分を施してあげたりする行為なのです。人間は生きていくときに、愛という養分がなければ、十分に育つことができません。したがって、多くの人に水や養分、光を与えてあげることが愛するということなのです。結局、今日あなたが接する人に、一人でも多くの人に、喜びや生きがいを与えること、幸福感を想像してあげること、これが愛の行為なのです。